覚えてます。ちょうど小学校1年生くらいの時だったと思うんですけど、1年生2年生くらいだったと思うんですけど、ちょうどサッカーやりたてで、もう浦和レッズっていうのがもう僕たちの中のヒーローっていうか、そういうチームだったんで、その浦和レッズが ACL っていう大会で初優勝したのも見てましたし、まあ、ワシントン選手だったり、まあ、トゥーリオ選手だったり、まあ、それこそ阿部選手だったり平川選手だったりっていう選手がを僕たちはもうお手本として見てきてたので、そういった選手が ACL で本当に優勝してたのを見てすごいなとは思ってます。これは確か多分家だ、多分行けなかった、行ってはないんで家だったと思います。家族だと思います。その正直どういう大会かっていうのは分かってなかったんですけど、多分お父さんお母さんはしたと思うんですけど、やっぱ、まあ、すごい大会っていうのは知ってたんで、まあ、それでやっぱ優勝したっていうので、まあ、僕のお母さんとお父さんも喜んでましたし、それは周りのみんなもそういうので盛り上がってたんで、すごい懐かしい記憶があります。